今日はですね、ちょっと軽めの動画になります。 IKEA と3COINS、 あとニトリでね、キッチン周りのものを買ってきましたので、ちょっとね、それらを紹介していきます。今週頭からメガネがね、行方不明になってたんですけど、今日ようやく見つかりました。ということはさておきまして、ちょっとね、お迎えまであと30分40分ぐらいしかないんで、ちょっとパパッといきます。まずね、 IKEA から、まずこちらイースタードフリーザーバッグです。最近ねコストコで買ったものの小分けでこれをねコンスタントに使っておりまして、今家にある分がねもうそろそろなくなりそうだったんで、ストック追加ですね。コストコでジップロックのフリーザーバッグ売ってるんで、それでもいいんですけど、なんかこれを買ってしまいます。鶏胸肉とかをお肉使って低温調理するんですけど、その時に以前ねこのちっちゃいやつでやってたんですけど、それだとねちょっと素材が薄くて、なんかこの角の部分というか接着されてる部分から水が入ってくることが判明しまして、こっちのね 1.2 リットル 2.5 リットルサイズのものを使うようにしようということで、こっちもね買いました。一見ね同じように見えて、やっぱね厚みが違うんですよね。あるかな、今空いてる分があったんで、こっちが 0.4 リットルでこっちが 1.2 リットルのサイズなんですけど、もう見ていただいた通りですね、透け具合が違いますよね。これ厚みがですね 0.035mm、 こっちがね 0.05mm で、もう触った感じもね全然違いますので、そもそも低温調理に、使っていいのかっていうのはもう本当わからん。耐冷温度しか書いてないんですよね。マイナス40度まで、いけるって箱には書いてるんですけど、フリーザーバッグなんで、あんまり良くないとは思います。高い温度だとね、まあ鶏胸肉の低温調理なんかは62、3、4度ぐらいまでしかいかないんで、まあ、今まで使ってて、変な感じはしてないので、これを使うようにしております。基本的には小分けして冷蔵冷凍保存で使ってます。続きましてこちらです。ビンテル調理用のヘラですね。これがね499円で2本ついてます。こちら小さい方で、こちら大きい方、2つ横に並べると色がね若干違うのが分かります。こっちのちっちゃい方が明るいですね。こういったシリコンのヘラとても好きで、ついついね買ってしまうんですけど、残りがねあと3つぐらいしかなかったんですよね。次行った時に多分売ってなさそうだったんで買っておきました。このねちっちゃい方が特にサイズ感どんずばで、このちっちゃいのがねいいです。ちなみにこの先端部分は耐熱温度100度までらしいので、炒め物に突っ込むってことはねちょっとできなさそうなんですけど、まあいろいろ使っていきます。続きまして3点目、こちらクロックレン水切りボールです。このメインの水切り部分がシリコンになって、しかも折りたたみ式ということで、組み立てるとこんな感じになります。4箇所足がついてるんで、平面においてもしっかり水が切れるということですね。こういったボールって使ってない時結構場所取るんですけど、これはコンパクトになるので使ってない時の収まりがめっちゃいいですよね。ただちょっと気になってる点が、ここの縁ですね、ここがね結構バリッとした感じがあるので、まあ、手を切るレベルじゃないんですけど、あんまりここら辺の感じは好きじゃないです。ちょっと曲がってる、ちょっとねちょっとこれ傷入っとしで、ちょっと今見たら傷が1箇所入ってましたね。これで、ちなみにここに耐熱温度書いてますけど、マックス220度までいけます。麺茹でた時の湯切りとか、あと野菜粉で洗って水切りしといたりとか、あとでうち弁当箱とか食器、子供用の食器ってね結構食器立てに収まらないことが多いんで、そういったものをねまとめてこっちにちょっと移動させて、っていうこともこのサイズならできるんでね、
でこれはね2種類あって、取っ手が片っぽにしか付いてないやつっていうのもありました。そっちの方がね安かったんですよ。確かそれ1000円切ってて、こっちは両方こういう風にガシッと持てるタイプだったんですけど、ちょっと高くて1299円でした。はい、で IKEA 4点目こちら、グロムスタ吸盤付きの小物入れです。これはこの付属の吸盤をこう裏面のくぼみにセットして壁にベタッと貼り付けて使うというやつですね。ちょっと全然当たっちゃう、もうあかん、ほっ、こんな感じの割と大きめな吸盤がついておりまして、ここの溝にマウントしていく感じですね。この手が壁とするとこの状態でバチッとつけるみたいな感じですね。吸盤それぞれにこういうシールみたいなものがついてるんで、おそらくこれを壁側にベタッと貼って、これと合わせるみたいな、そんな感じの仕様だと思います。こんな感じでね、壁についた状態で使うんですけど、ここにいろいろ引っ掛けたり布巾とか、なんかフックつけて小物ぶら下げてもいいですし、ここにもねなんか地味にちっちゃいフックあったりとか、こっちは浅い水切りとこっちが深めの水切りなんで、箸とかスプーンとかフォークとかそういったものかな。あとはこっちはスポンジとか、まだねちょっと決めてないですけど、実際に設置してみて決めようかなと思います。これ価格が399円で、まあ安っぽすぎず価格相応っていう感じではありますね。こんな感じかな、まあ、全然質感は悪くないと思います。プラスチックですけど。続きましてこちらです、スンネルスタ調節可能ラックです。これねパッケージの状態だと分かりづらいんですけど、まあ、簡単に言うとシンク側の壁に、収納作るような感じですね。この2本の足が上下に伸び縮みしていろんな場所に使えますよということで、一応ねマックスの高さが85センチぐらいだったんですけど、どうやろ結構ギリギリな感じなんで、もしこの長さが足りなかったら天井側に板をこう挟んで、ね、稼ごうかなと思います長さ。これ設置の様子は動画撮ろうかなと思うんですけど、ちょっと今日のこの動画で差し込めるかは分かりません。で IKEA の商品ラストがこちら、フィスラ 27cm×27cm のバッグです。今回買ってきたもののちっちゃいやつはねこれに全部まとめてきたんですけど、あの青いバッグもねいいんですけど、こっちのなんか素材の方がパリッとした感じがあって、見た目もねザ・ IKEA みたいな感じもないので、今回はねこれ買ってみました。でこのバッグ買うのは2個目なんですけど、このサイズはあの個人的に一番好きな、大きすぎず小さすぎずって感じで、とても使いやすくて気に入ってます。何でも入りますもんね。濡れた子供の着替えとか雑に突っ込んでても全然ね、いいですし、最近 IKEA 以外でもこういったショッピングバッグがねどん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 出てきてますけど、やっぱ安くてデザインも良くて IKEA のはいいですね。これ続きましてニトリの商品です。みじん切り器 M サイズです。子供が小さいんでねよく野菜みじん切りするんですけど、バイタミックスもね洗うのがめんどくさいんで、こういったものを使ってみようかなと思って、とりあえずニトリで売ってたやつ買ってみました。今回買ったのは M サイズなんですけど、やっぱね大きい方がいいらしいですね。パーツはこのボールの部分とブレードと蓋ですね。このくぼみに合わせて蓋を固定して、であとはここを引くと、料理もよるんですけど、みじん切りって結構ね時間かかるじゃないですか、細かくするのにね。これで回数でねいろいろ調節できるんで、これなんか子供に任せても全然安心なので、これ使ってね手伝ってもらおうかなというのもちょっと考えてます。これだったらね怪我する心配はないんで、で長男がやってると絶対次男もやりたいって言ってくるんで、2人でできるようになってくれればいいんですけどね。
で今回のラストなんですけど、3コインズで買ってきたものですね。こちらです。折りたためる水切りかご。6月に引っ越したんですけど、キッチン周りの収納が絶望的に使いにくい物件で、この食器類の取り回しがねとても困ってたんですよね。で引っ越した当時からこの3コインズの折りたためるこういったカゴが欲しかったんですよね。使ってない時はこういう風に折りたためて組み立てた状態、こんな感じですね。結構ねしっかり高さが出ます。で中は半分突起ゾーンがあって、半分はこういう風に板みたいな感じの状態になってて、まあ、お皿を立ててこう並べられるし、こっちはねコップとかいろんなものを置けますね。でこの部分は4箇所、まあ、カトラリー類ですね。こうねすごいのがここ4つ分しっかりね1センチぐらい高さあるんで、なんかここに突っ込んでも横のゾーンに流れていったりとかしないので、しっかりこの枠内で立てかけて、乾かすことができます。裏面はこんな感じなんですけど、四隅のこういった足の部分とかプラスチックの部分ですね、メインの素材っていうのが厚みがあってね、プラスチックなんですけどすごく剛性がある設計になってます。こんな感じでね水切り穴がたくさんあります。これ最近入荷したみたいで2つ目なんですよね。買うの本当はね6月の段階で欲しかったんですけど、ちょっとねその当時売ってなくて、出てくるまでに半年ぐらいかかったような感じになったので、まあ500円ぐらいだしいいかなと思って2個目買いました。使ってない時に折りたためますし、まあ、強度とかも全然ありますし、悪いところがあんまり見当たりません。強いて言うとすれば、やっぱこの穴の数が少ないので水切れがもう一声欲しいなっていうところなんで、まあ、そこはねドリルで自分で好きな分だけ穴開ければ解決しますんで、そういった改造はねやっていこうかなと思います。水がね、ビチャビチャって残ったまんまだとやっぱ洗うのね大変なので、これ自体も乾かさないと、まあ、いけないんでね、これスーパーコスパよしです、これを複数使い回して、これに例えば弁当箱用とかね、そんな感じでまとめていけばいいのかなとか考えたりしてますが、これもね買った時相当数少なかったんで、しばらくは売ってると思うんですけど、またなくなったらね入ってこないと思いますんで、気になってる方は早めにチェックしてください。はい、はい、ちょっとね示談回収の時間になりましたので一旦終わりということで、今回は最近購入したキッチン用品の紹介でした。 IKEA とニトリ3コインズですね。今日はちょっと時間の都合上使ってるところとかをね、レポートできなかったんですけど、今年も結構いろいろ買ったんで、キッチン用品の買ってよかったものみたいな感じでまとめの動画を作ろうかなと思います。今日の晩飯作る時にこれ使おうかなと思ったんですけど、ちょっと撮影する時間がなくて、ね、諦めました。またしっかり撮ります。はい、時々調理動画出してますが、その際使ってる道具はですね概要欄の方にまとめておりますので、気になるものがあればね、リンク先チェックしてみてください。ということで今回の動画は以上でございます。このチャンネルでは商品レビューの動画をいろいろ出しておりますが、大体ねコストコの動画が多いんですけど、今回みたいに不定期で、IKEA とかねニトリとか、まあ、3コインズ最近よく行くんですけど、あとは無印とかですね、そういったところ守備範囲で一応レビュー動画作っておりますので、もしよければチャンネル登録の方お願いします。ここに出てるボタンから登録できますので、まだ登録してないよっていう方はぜひお願いします。はい、それではまた次回。